忙しい時こそ整理整頓をします。皆さんこんにちは、ハイロクです。今日はですね、お出かけに持ってきたくなるアイテム特集、外にね連れ出したくなるアイテムを特集したいと思います。例えばね、こんなトートバッグに入れて外に出かけましょう。これね、まず、ウィークエンダーの新作、今度出るデザインです。まだ発売していないので、これから楽しみにしていてください。このね、ちょっとこういい意味で安っぽいキャンバス、そこまで厚くないキャンバス地にね、このリフレクターのテープがね効いてるんですね。このミスマッチ加減が最高。そんなのをちょっとフライング入手しています。ではこの中身を紹介していきたいと思います。ちょっと一回出しちゃいましょう。はい、で揃いました。これもね、その時の気分だったりね、出かけるコースによってまた全然違うんですけど、割と自分の定番品というかね、この辺を軸にして少しずつこうチューニングして、その旅行、そのお出かけの意図、目的に合わせるというような感じで物を揃えています。でまずはですね、出かける時に必ず持っていくもの、これはね仕事の時もそうなんですけど、 MacBookこれは MacBook Pro の13インチです。ちなみにこれ、このハイビジョン YouTube チャンネルのステッカーが出来上がりました。このいつも上の方に出てるやつですね。MacBook。で、それからですね、これもこの動画でもご存知のプラズマ乳酸菌。出かける時でも必ず常備しています。それからですね、お出かけというとやっぱりね、サングラスは持っていきたいなと思っています。で、お出かけで持っていきたいサングラスはこのオークレーのフロッグスキンですね。もう軽くてスポーティーで、もうとにかくかけやすい。で、ただですね、カスタムポイントとして僕の場合こうかけるとですね、ほっぺたにこうレンズが当たってしまうんで、このね、鼻の部分にこれパッドシールが売ってまして、これをつけて鼻にね引っかかりやすくしてます。これも、説明欄にリンク貼っておくのでチェックしてみてください。サングラス、特に海外のサングラスがね合わなくて、鼻じゃなくてほっぺたでこう合っちゃうっていう人はね、このパッドをつけるとねかなりかけやすくなります。オークレーのサングラス。それからですね、電話機ですね。でこれはiPhone って電話がすごいしづらいなと思いまして、結構前からねこの Bluetooth の受話器を使ってます。でこれね本当に電話しやすいです。で特に昭和のね家電を経験している世代にとってはね、もうこの形はね完璧なんですよね。でこうやって肩にかけてね、こうメモをしながら仕事もできますし、両手がね使える状態でこう電話ができるという、もうこの形、電話機の形はねもう永遠ですね。もうどんなにスマホが便利になって進化してもね、この形には勝てません。そんなもので、これはね以前の動画でも紹介したんですが、あの小銭回収バッグですね。これも割と欠かせないです。カードとかできればモバイルスイカで解決したいんですけど、それが使えなくてお札を出した時に戻ってきてしまった小銭を回収して入れておくバッグですね。で家に帰って貯金箱に移すという。でこれがないとね、結構小銭をねポッケでジャラジャラさしたりね、リュックのポケットに入れてジャラジャラうるさくなったりしてしまうんで、これはね欠かせません、特に海外で、出かけるのでちょっと特別な写真を撮りたいななんていう気分にもなるかもしれないんで、そういう時はですね、このキャノンのミラーレス、これは M10 っていうものですね。かなり古いモデルなんですけど、これはねとにかくね、このグレーっていう色がかっこいい。で、レンズもなるべく薄くて広角で明るめのパンケーキレンズ、これもキャノンの標準レンズなんですけど、バッチリな組み合わせです。もうとにかくコンパクトだけどすごくいい写真が撮れるという。でデザインもシンプルだし、このグレーね、なかなかこのグレーってないんですよね。もう本当にこう車が好きな人だったら分かるんですけど、こういうグレーの塗装をしてる車時々ありますよね。
そのちょっと車の塗装な感じのグレーです。でこんなカメラを連れ出して特別な写真、 iPhone でも十分スナップは撮れるんですけど、ちょっと出かけた時用にこういうのも持っていきます。で音楽ですね、音楽も聴きたいの でこれは、ビーツと堺のコラボモデルですね。でこれもね、本当こうアクセサリー要素も強いので、音楽聴かなくてもこうちょっとシンプルな格好でね、ポイントが足りないよなんていう時はこれもう本当にネックレス代わりに、本当にインディアンジュエリーのねシルバーネックレス、このビーズのネックレスをつけるような感じでつけてワンポイントアップしています。でそれから最後ですね、で最後はこれ、ダブルタップスというブランドのジップバッグなんですけど、まあ、いわゆるジップロックとかのビニールっぽい、ちょっと安っぽい感じとは違って、どちらかというとちゃんとしたバッグ寄りのジップバッグですね。ただビニール、透明のビニールでできています。でこれにしまってるのが、まずリップ、これニベアのシンプルなリップ、それからバイシンのこれアメリカで買った目薬、それと去年本格化してしまった花粉症の防御する薬、それとこれも必須ですね、メモ帳とペン。でこれメモ帳はね、アイメモという iPhone の形をしているメモ帳、これかっこいいですよね。そしてボールペンがピコというねボールペン、これどういうことかというと、持ち歩くときはねこんな小さいんです。でただこうプッシュするとビヨーンと伸びて、もう普通、通常のボールペンぐらいのねフルスケールのペンになるぐらいの長さなんですけど、書きやすくなる。でこれねすごいなっていうのが、このロゴの部分がエンボスでぷくって出てるんですね。これね買ったばっかりの頃はね、このエンボスのねロゴがついてない方がいいなと思ったんですけど、これ何がすごいって、転がらないんです。それとこれオレンジの、これ同じく、ダブルタップスのものなんですけど、メッシュケースで、それをこういう小さいポーチに小分けして、この中にね小分けポッケがついてるんで、ここにサングラスとお金入れましょう。でメインにパソコン、カメラ、電話、小分けポーチ、ドリンク、でこれはねアクセントに外側につけて、でここを磁石でちんと止めましょうか。こういう感じ、こういう感じです。で出かけるという、今回はですね小旅行お出かけ用グッズアイテムを紹介しました、今回の動画も楽しんでいただけたでしょうか。楽しんでいただけたという方はぜひ高評価、いいねボタンを、そしてチャンネル登録まだだよという方はぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それからですねコメントの方も、感想、質問、こんな特集をしてほしいというリクエストでも構いません。どしどしお寄せください。それでは次の動画まで。さよなら。